ラブリッジはラブリン。お城の中は息が詰まってしまうわ。はい、オッケーっす。お疲れ様っす。お疲れ様。よかったわよ、ラブリン。ありがとう。この後サンスタでお歌わせ、夕方からラブリンと一緒のリハ。お忙しだけど大丈夫？これくらいへっちゃらだよ。マネミッチ、いいかな。明日の撮影のことだけど。あ、決まりました。明日4時から、場所は玉口スクールでよろしく。ちょっといいっすか。明日4時じゃ、そういうことで。あ、はい。大忙しなのはマネミッチの方だね。だわさ、最近またラブリッチのことが気になるだわさ。相変わらずお休みや早退も多いくせにますます元気だわさ。なんか秘密の匂いがするだわさ。ねえねえ、昨日のラブリンと一緒見た？え？あ、うん、面白かったよね。ほんと、ラブリンが最高に可愛かったよね。ねえラブリッチって、ラブリンみたいなファッションきっと似合うと思うぴょん。でもほら、ラブリッチは天然系だし、バリバリ系のラブリンとはちょっと違うよ。だよね。この間のゴッチが着るもそうだったぴょん。そうそう、ラブリン姫の一人二役もバリバリだったよね。うん、私もそう思ってた。ラブリッチに関してはまだスクープのニーズがあるだわさ。久しぶりに取材を再開するだわさ。ん？何をそんなに驚いてるだわさ。皆さんにお知らせがあります。本日放課後、テレビ局の皆さんがですね、何でしたっけ。プロモーションビデオですよ。プロモーションビデオ。はい、そのプロポーションビデオを撮影するためにですね、あのラブリンさんがこの学校にやってきます。なんでも皆さんの前でラブリンさんが歌ってくれるそうですよ。なんだか驚き方が怪しいだわさ。もしもし、あ、マネーネチ、一体どういうことなの？ごめんなさい、私のうっかりミスなの。慌てていて気づくのが遅れてしまって。どうしよう、何か理由を考えて今から早退するしか。やだ、ラブリッチ。やっぱり無理というわけなの。じゃあまたね。事情は分かりました。今日のことは僕たちに任せるだっき。私たちが何とかするから心配しないで。そうですわ、みんな。ラブリンだろうとラブリッチだろうと、俺は俺のやり方で応援するぜ。であるからしてそういうことなのです。ラブリンがたまごっちスクールに来るなんて楽しみだろう。どんな撮影になるのかな。ライブ風。はいはい、皆さん、放課後が楽しみなのは分かりますが、授業はちゃんと受けましょう。はい。放課後だよ。よし、みんなで応援の練習だ。いいな。はいな。気合い入れていくぜ。ちょっと待って、今のところはこうよ。ラブリッチ、自分踊りめっちゃ完璧やし。いえ、本物みたいだぜ。だわさ。あ、当たり前でしょ、私だってラブリン大好きだもの。そうやな。
いいね、大傑作が撮れる予感。おお、ラブリンカー殿、あん中にラブリンがおるんやな。これじゃあラブリンカーに近づけないわ。そろそろ着替えないとマネーネッチが待ってるよ。うん、なんか違うんだよね。え？なんというか、ラブリンちゃんの魅力はもっとこう、いわゆる一つの芸術的爆発って感じでないとね。ということで撤収。ここで撮るって決めたのはタマピッチっすよ。そうだっけ。というわけで、本日の撮影は中止になりました。ひどいわ。げっかっかりだぜ。おかしいだわさ。これはきっと重大な秘密があるだわさ。こうなったらタマックス TV に探りに行くだわさ。結果的にはこれでよかったんだぜ、きっと。とっと疲れた大地。ラブリッチ！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 ラ
疲れただわさ。タマックス TV へ行ってあちこち聞き込んだのに何もわからなかっただわさ。おはよう、ラブリッチ。おはよう。昨日は楽しかったよ。ありがとう。本当のこと言えてよかったね。うん。昨日の撮影よかったで。今日は仕事行かなくていいのか。これからも変わらずラブリー親衛隊だろう。もう一体何の騒ぎだわさ。だってあのラブリンがクラスメイトだったんだきょ。何の話だわさ。だからラブリッチがラブリンだったの。どうしたの。またまた悪い冗談を。あたしを騙そうとしても無駄だわさ。本当だぴょん。あたしだけが知っていてみんなが知らないことはたくさんあるけど、その逆はありえないだわさ。もしかして昨日の撮影見てなかっただろ。そんなもの中止になっただわさ。みんなあたしをからかおうとしているだけだわさ。本当のことだよ。ごめんね、ウワサッチ。ずっと言えなかったんだけど、私がラブリーなの。うん、怒ってる？んなわけないだわさ。つまんない冗談で怒る私じゃないだわさ。本当なの。本当に私がラブリーなんだってば。しつこいのは嫌いだわさ。困ったウワサッチね。まるで予想外でしたわ。でも大丈夫、私たちが絶対認めさせてあげるから。あたしをこんなところに連れてきて一体どうするつもりだわさ。情報通のウワサッチなら当然ラブリンがタマカフェがお気に入りなのは知ってるでしょ。当たり前だわさ。ラブリンはタマカフェでもとりわけハートのケーキがお気に入り。怪盗パピオンのマスクは何でできてるだわさ。シルクとクリスタルビーズ。ラブリンと一緒の中で1回だけで終わったコーナーは教えてゴッチマン。エブリーラブリンチョコは何の味。ストロベリーバフ入り。マメチヴァンパイアのシスターラブリンが苦手なのはお祈りを暗唱すること。すごすぎる。ついていけませんわ。テルリンでも全部はわからない。ついに化けの皮が剥がれたようだわさ。正解は、わーすごいお客さん。今日は何かあるんですかだわさ。あれは冗談で言ったんだもん。往生際が悪いだわさ。それほど私がラブリンだって信じられないなら私にも考えがあるわ。そこもうちょっと右っす。おはようございます。あれラブリーさんどうしたんすか。ちょっとお友達と見学なの。ああそれじゃあ楽しんでってくださいっす。あー噂のセレブ御殿ってここで撮ってたんですのね。これが怪盗パピオンの衣装で、これがラブリー姫。歌うときはこれよ。うわー、どれも素敵ね。さすが本物の輝き。で、カメラはどこだわさ。これはドッキリテレビに違いないだわさ。まあ、疑り深いにも程がありますわ。偽物を本物と思い込んで大喜びするおまぬけ姿をこっそり撮影するつもりだわさ。怖い。もう、どうすれば信じてくれるの。うわさっちさん、今日はいきなり頼んでしまってすみませんっす。あちらへどうぞ。来てくれてありがとう、うわさっち。収録楽しみましょうね。一つ質問があるだわさ。何かしら。ラブリ
リンみたいな有名人が私なんかと一緒にテレビに出て何が面白いだわさ。それは噂っちとならきっと面白い番組になると思ったからよ。ふん。どうやら第一関門は突破したみたいですわ。ラブリンともっともっと仲良くなって言うことを信じさせる作戦よ。3、2、1、キュース。こんにちは、ラブリンのがっちりショッピング。今日はタマストリートにやってきました。一緒にお買い物に付き合ってくれるのはお団子頭が素敵なウワサッチです。よろしくだわさ。それじゃ早速いきましょう。ねえ、ウワサッチはピンク系とブルー系どっちが好き？どっちも好きじゃないだわさ。ほら、じゃあ好きな色は？オレンジだわさ。へえ、ウワサッチって意外とキュート。キュート？そんなこと言われたの初めてだわさ。あ、ほら、あのお店。うわぁ、これかわいい。ウワサッチもつけてみたら？きっと似合うと思うわ。あ、私は別に。ほら、すごいチャーミング。いちごとキウイに生クリーム、トッピングはチョコレートスプレー、カラメルパウダーもプラス。ウワサッチは何にする？私はクレープなんていらないだわさ。え、どうして？食べたことないし、別に食べたくもないだわさ。うそ、ダメダメ、絶対食べなきゃ。私が選んであげる。チョコバナナにコーヒークリーム、ナッツもたっぷりね。おいしいだわさ。笑ってるですわね。いい感じ、いい感じ。はい、こんなの絶対無理だわさ。来てみないとわかんないじゃない。チョコドーナツだわさ。そうだっけ、うん、あれ、それじゃあポップコーンが好きなのは豆っちだっけ？黒豆っちだわさ。そっか、さすがウワサッチね。私の知らない秘密はないだわさ。ん？今クラスのみんなって言っただわさ。それにプチパッチとか豆っちとかやけに親しげだわさ。だってそれはみんな私のクラスメートだもん。メメッチ、マキコ、フラワッチたちもみんなそうだよ。もちろんウワサッチもね。ウワサッチがいろいろ知りたがるのはきっとみんなのことが大好きだからよね。だって好きじゃなきゃ相手のこと知りたいと思わないでしょ。それはウワサッチもう信じてくれるよね、ラブリンがラブリッチだってこと。ねえ、私たちたまともになれないかな。ラブリンはラブリッチで、ラブリッチはラブリッチ、ラブリンはラブリッチで、ラブリッチはラブリッチ。うわ、ウワサッチだ。一生の不覚だわさ。あたしがラブリッチの秘密を見抜けなかったなんて。お茶の時間だよ。ウワサッチ、そんなところに隠れてないで、昨日買ったドーナツ一緒に食べようよ。いらないなら僕が食べちゃうだし。ラブリッチ、たまともになったからってあたしは秘密を探る手は緩めないだわさ。覚悟するだわさ。もうウワサッチったら。相変わらずですね。
あの可愛い女の子がそうなんですか？ライバル？アイドル？メロディッチ登場！どうしよう、コンサートの真っ最中なのに停電になっちゃった。あら、この音はまさか。奇跡、エブリーラブリーバイオリン、絶対見てくださいね。君も今日からたまたまです。今日のたまごっちはイケメンっち。タマックス TV のドラマに出演する人気俳優、キダの役が多いみたい。